朝ないでよ。深川さんって朝弱いよね。私に内緒で夜更かしでもしてるんじゃないの？あんたの寝相といびきのせいで安眠できないのよ。いびきなんか書いてないよ。寝相は悪いかもしれないけどさ。あ、いびきだけじゃなくて寝言もだったわね。お兄ちゃんだって。嘘だよ絶対。 そんなに安眠したいなら私と一緒じゃなくて一人で寝ればいいじゃん。ホテルなんだから部屋はいくらでもあるんだし。バカ言ってんじゃないわよ。幽霊が出たら
どうすんのよ。幽霊、すっかり信じるようになっちゃったんだね。だって、あんたが取り憑かれたのは本当なんでしょ。幽霊は本当にいるんでしょ。苦手なもの、また一個増えちゃったね。あんたのせいじゃない。マラン、さっさと行くわよ。私らが目を光らせてないと、連中はすぐに争いを始めるんだから、サボってる暇はないわよ。寝坊したのはそっちなのに。